動画視聴についての諸注意。ドラお嬢様の動画は適当な主体とし、自分がやりたいように動画を制作しています。グダグダ動画が苦手な方はブラウザーバックを推奨します。荒らしコメントについてはユーザーブロックしますので、マナーを守ってご視聴ください。チャンネル登録をしていない方がまだいらしたら、チャンネル登録をお願いします。説明文の URL から関連のウェブサイトに移動しますので、そちらもよろしくお願いします。おいっす。じゃ、前回は2のキャンペーンが終わったので、今回から1のキャラを操作してキャンペーンを進めていくっていうところですね。この画面ではエリスが画面出てるんですよね。もしかしたら2のキャラクターの主人公ってエリスだったりしちゃうんですかな。今回はザ・サクリフェス、フェイス、キャラクターはビル、ジジイです。スタート。あ、これマウス映ってるんだっけ、確か。Holy shit! Did that truck have a head-on collision with a boat? Man, I wish I could have seen that. Shut up, Francis. Actually, I would like to see that too. Both of you, shut up. さて、ごく稀にこいつらが炭治郎を落としてる場合がありますね。なかった。よっしゃ、武器はたまにはショットガンもいいけどこっちがいいな。じゃあ行きますか。行きますよ。はい、今回からですね、ワンのキャラクターになりまして、この人がゾーイ、女の人です。フランシス、じっちゃん、おっさんかな、40代かな多分。でルイス、まだ20代半ばかな。で、今操作してるのがビル。60後半ぐらい。外国人って本当、年が分かりづらいんですよね。よし。トム・クルーズがもう50過ぎてるっていうのはちょっとびっくりした、あの顔で。綺麗ですよね、ゾイって。歯も綺麗だし。なんかないかな、武器とか。おっ社長。ああ今スピッターに当たったことが奇跡だ。よいしょ。こうやって適当に撃って呼び出す。ハンターだ。ハンター。ウェイ。バン。おっ、チャージャー。オールイスナイス。マグナム、デザートイーグル。ライト眩しい。お、落ちた、落ちた、落ちた。お、カターナ、カターナ、チャージャーいるからな、これでしょう。まだチャージャーの実績をもらってないんで。お、手首をマウスパッドにがっちり固定して、マウス操作すると、狙いやすい。また奇跡を起こった。席で、ああっと、あ、こいつはね、マジって
やべ、めっちゃお腹減った。グーグー、グーグー言ってる。うわぁ。ショットガンか。さっきのザ・パッシングでちょっときつかったからな、ショットガン。ああ。さっきのって言ったのはザ・パッシング。同時期に撮ってますね。トイレ休憩した後に。おっちゃまー。あーダメだった。でもよくやった。褒めて使わそう。おお。人がゾミってゾンビのようだ。ワンと比べてね、ショットガンの持てる弾数は減っちゃってるんで。ワンのようにバンバンっていったらすぐ弾切れ起こしますね。すまやん。ああ、スナイパー、たまには使ってみるか。当たんねえ。リロード押せ。当たった。やったのフランシスか。ほっ。よっバーン。まあズームが効くからいっか。15発か持てんのは1回の装填は。まあウィキには連射ができるマグナムと思ってくださいって書いてあったんで、武器ねとかまずい。あショットガン。ほっ、まずこいつらをまず、やっべ、投擲ね。あった、やったね。タンク、ちょっと大雑把にこの辺のやつらを後始末。おい、あっ、びっくりした。で、弾の補充をしといて。1にはこのステージなかったんですよね。2で追加されたんですけど。ちょっと待って、ほっ、ちょっと引け、ちょっと引け。あ、おい。あー、どこにいるんだ俺、見えねえ。お、死んでやがる。 AK ない、ない。あ、おい、俺撃つな。よーい、今ヘッドショット見たか、ベイベー。なんとかベイベーってのは俺の口癖なのか、結構使ってる気がする。おお、トゥオープン。うわ、ちょっと待って、マジいいんだけど。え、そっち。あ、今スムヤンいた。おい、当たった。あ、そっち行った。これ左へ参ります。俺も多分コントローラー操作になれない、もう戻れないと思うね、これ。めっちゃ狙いやすいもん。復活ポイントか。Past the bricks. お、
お、お。どこだ。ほい。ああ。よしよしよし。ほっ。ジャッキーか。あ、使わん。あ、そ、マップか。マップ3つか。うわ、ジャッキーだ。おお、やった。鼻が痛そう。何もいない。よいしょ。ん？あ。あ。この人たちにゾンビ、お、レーザーサイト。だけど、あ、しまった。ああ、が別に。ショットガンにレーザーサイトつけても、あんまり変わらないんだって。え？お、うわ、今の手は当たってねえだろ、思いっきり。カモン。ほっ。ハンター？こっちか。ゾーイ！薬あるぞーと。あれ？間違えやすった。おっ、あー、チャージャーもっとここにいますよってアピールしないとね。ダメだろ。ほっ、あー、ウェイ、もうセーフ、セーフルームは近いですよ。なんでセーフルームをセーフハウスと言ってしまうのかっていうと、ゲームのデッドライジングっていうのがあるんですよね。そこの安全地帯がセーフハウスって言うんですけど、その癖で。あれ？リローディング。トラメンデス。45。今日の動画が気に入った方はチャンネル登録をお願いします。